しました。魚の唐揚げとうずらのチョップドサラダです。早速食べてみたいと思います。はい、まずは白身魚の唐揚げの明太子ソースがけ、これをいただきます。白身魚と明太子のプチプチがすごく合って美味しいです。付け合わせのお野菜もカラフルでちょっとなんか華やかな気分になりますね。じゃあ次はこのうずらのチョップドサラダ、いろんな野菜が入ってるんですけど、うん、フレンチドレッシングにいろんな食感の野菜が入っていてとっても美味しいです。この豊市ではお惣菜を温めてくれたりもするので、豊橋に旅行してちょっとテイクアウトしたいなっていう時はここで豊橋の味をちょっと体験するといいかなと思います。楽しいものを発見してしまいました。ジャイアントバンブーで作った楽器です。このスーパーボールと竹で作ったスティックで叩きたいと思います。このまま前に進めそうもないのでちょっと先に進みたいと思います。名残惜しいですが、この車両の一番前の席に乗っていきたいと思います。すごく楽しみにしていたのでワクワクしています。